9月の27日午前6時過ぎです。タチウオ1匹だけでした。何本これ、指3本ぐらいありますね。指3本、ちょっと薄毛の家がこの子、指3本です。あれ、ボケてしまってる。矢沢渡船で一番の灯台にやってきてまいりました。よいしょよいしょ。なんでこんなボケてんねん、全然ピントが合わないよ。まあ一番の灯台です。よいしょ。あ、潮目出てますね。海でも多少ピチャピチャしてるんで、あ、一周回りましょうか。ここね、すごい寄れてますね。流れてますわ。風がね、ちょっとね、こっちからこう流れてるんで、ずっとゾウボケてますね、今日は。あ、これでピンとあった。やっとあった。一回戻ろう。せっかくなんで。ね、ええ感じでしょ。海見てたらイワシもピチャ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 いてますし、青物がこうね、こうやってくると言われてますよ。こう向こうの灯台の先ぐらいからこうガーッとね、でここの前割とこう際までやってくるというところで、今ルアーを投げて青物狙いですね。でこっち側、こっち側はね、シーバスがよく釣れる場所。こっち側ね、こっち側からもポンと投げて、でそこ取ってただ巻き、あのコアマンの IP とかパワーブレードとかですね。あ、今日の出なんでちょっとやってみようか、日の出を。ほら、日の出、綺麗に取られへんね、こういうのはやっぱりね。あ、そうなんですよ、今日一人なんですわ。一人で釣ってます。貸し切りですよ。こういう釣りが僕は好きですね。貸し切り状態、船自身も朝8人ぐらいしか乗ってなかったんだね。例年から比べるとむっちゃ少ないんちゃいます、乗ってはる人ね。これあれが3番、あれ3番になるんですね。誰もこうずっと見ても見てないでしょ。ここに一人いてはるんだけど、一人だけですわ。丹波屋渡船で来られたそうです。今日の海からの情報をお送りいたしました。さよなら。